するかっていうと、この前ディズニーシーに行ったんですよ。でその時に購入したものがいくつかあるので、そちらの購入品紹介をしていこうと思います。イエイイエイイエイ、あはん、すごいいっぱい買ったよ。で私荷物になるのが好きじゃないのでいっぱい入ってるんだけど、こんなにコンパクトでカンカン類は買っておりません。早く開けたくてうずうずしてた、ずっと。私こうやってやるの癖だね。自分の動画見てていつもこうやってやってんなーって思うけどやめられませんね。ということで開けていきましょう。じゃん、どれから見せようかな。ディズニーシーで買ったんだけど、まあランドにもね売ってるんじゃないかなって多分思います。でね、すごい雨降ってたのでとても寒かったです。じゃーん、パスタスナック550円でございます。とっても可愛らしいですね。こちらは昔から多分売ってる商品なんですけれども、一緒にねディズニーシーに行ったお友達がこれすごい美味しいから食べてみてっていう風に勧めてくれたので購入しました。では早速食べていきたいと思います。オープン。じゃん。おお、美味しそう。いただきます。美味しい。これはねお酒のおつまみにいい感じ。お酒飲まないけど油で揚げたやつだと思うので、1袋で511カロリーだって。でも美味しいです。すごくニキビがねできちゃうかもしれないんだけど食感がすごくいいです。で見てください、ミッキーの横顔が入ってました。はい、ということでこれ本当に美味しいのでぜひ食べてみてください。次、じゃーん、ピクサープレイタイムの期間限定の商品だと思います。新作ですね、おそらく。こちらはふりかけなんだけど700円でございます。30袋入りらしいですね。トイストーリー、カーズ、ニモ、インクレディブル、モンスターズインクってこう袋が可愛いです。オープン。うわー、すごいことになった。たらこ味、海苔味、おかか、野菜、鮭、卵、6種類の味が楽しめるみたいです。はい、こちらのふりかけとっても可愛いのでぜひお買い求めになってみてはいかがでしょうか。今晩から愛用させていただきます。毎日が楽しくなりそうです。はい、続いてまだ入ってますよ。じゃーん、レーターセットでございます。500円ですね。封筒が8枚、お手紙を書く紙が16枚入ってるらしいです。早速開けてみましょう。ありがたいことにですね、事務所にお手紙が届いたんですよ。でも私まだお返事かけてなくって、ごめんなさい、遅くて。これでね書こうと思います。楽しみにしていてくださいね。めちゃくちゃ可愛い。こんな感じで封筒が8枚入ってました。チェン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 。足しびれた。ディズニーのさ、新しくできたホテルのデザインだよねこれ確か。はい、次まだありますよ。どんどんいきましょうね。じゃーん、シリキウトゥンドゥのキーホルダーです。こちらは900円です。私ねタワー・オブ・テラーが正直一番苦手なんですよ。なんか落下系のこういうアトラクションが苦手で、友達とさディズニーシーに行った時にみんなやっぱタワー・オブ・テラー好きだから私乗れないって言ったらその場の空気を壊してしまうのがねすごく嫌なんだけど、でも克服はしたいとは思いません。だってあれ怖いもん。ここをね、この上のところを押すと光るんです。お目目がかわいいかなこれ。はい、これで暗い夜も怖くないですね。これはお守りにねしたいと思います。まだありますよ。じゃーん、私の大好きなモンスターズインクユニバーシティ、お目目がいっぱいついている女の子のヘアバンドです。もこもこしていてすごいかわいい。もったいなくて顔洗う時とかは使わないんだけど、まあ、別に TikTok とかでも使えるかなと思って購入しました。こちらはピンクになっておりますね。こっちもピンクか。なんかキャリーパミュパミュ感がちょっと強い。キャリーパミュパミュ手術中にクマ出没、キャリーパミュパミュ手術中にクマ出没、キャリーパミュパミュ手術中にクマ出没っていう感じなんだけど、かわいい。イエーイ。つけき方間違ってるね絶対。足が痛い。そうそう、これはね多分割と新作商品でございます。次、これだけねちょっと別のところで買ったんだけど、これも C で買いました。じゃーん、トイストーリー3に出てくるバターカップのヘアバンドでございます。全部可愛かったんだけど、このヘアバンドがね一番私の胸にできたので買いました。こんなにヘアバンド持ってても私頭一つしかないから使うことないんだけど、まあ、これも TikTok とかにねユニコーンの役をする時とかに使えるかなと思って買いました。もしもしパパ、お願いがあるんだけどね、私ユニコーンが欲しいの。あ、角生えた馬よ、お願い、いい子にするから買って。もう買ってくれたの？パパ大好き！ I love you！ 最高のパパね。はい、ということで今紹介したものが私がね C で買ったものになるんですけれども、実は同じ日に買ったものではないんですけれども、こちらも購入いたしました。じゃーん、これも結構新商品のアリエルのイヤーハットですね。東京ディズニーシーランドにも売ってるのかな。これはねもう売り切れてしまったんですね、人気商品で。でも神奈川に住んでいるお友達に頼んで購入してもらっておりました。ありがとうございます。パールのティアラがついてて、ここはキラキラしていてスパンコール、アリエルのサインもあるし、裏もねかわいいの。女の子のね心をくすぐる方法が分かってらっしゃるディズニーさんはすごいよね。変身、私頭が大きすぎてしっかり入らないの、イヤーハット。いかがでしょうか。こちらはね確か2300円でございました。かわいいよね。ででででで、こちらは東京ディズニーシーには売ってない、じゃーん、海外に売っているアリエルのイヤーハットでございます。私はメルカリで買ったんだけどすごいかわいい。全然しっくり入らないんだけど残念。はい、とっても可愛らしいですね。はい、ということで今回はディズニーシーで購入したものを紹介していきました。いかがだったでしょうか。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いつも皆様ありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。